マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはダイエット中一番太る夕食にもう一体何を食べていいのかわからないなんてことないですか？そこで今回の動画では夕食に食べて痩せるメニューがわかるんです。もしあなたが夕食美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。夜食べて痩せる神食材3選お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ夜に食べて痩せるのでしょうか、その理由と、2つ目、夜食べて痩せるおすすめ食材3選お話します。では1つ目の項目です。なぜ夜に食べると痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイント3つあります。1つ目、それはあなたの腸内環境を整える食材だからなんですね。とっても大事ですよ。しっかりとその日一日ですよ、夕食ね、最後のお食事です。その時に腸内環境を悪化させるようなものを食べてはダメです。まあ、日頃からもそうですけれども、特になぜかというと、腸という臓器がですね、夜寝てる時に一番働いてくれるんです。そんなゴールデンタイムに腸に負担をかけてはいけません。でそもそも腸内環境悪い方っていうのはデブ菌と呼ばれる悪玉菌がめちゃくちゃ多い方なんですね。で逆に言うと痩せてる方っていうのは食べてるにもかかわらず痩せていると。なぜかっていうと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌がたくさん含まれているお食事を召し上がってるからなんですね。ですからあなたもしっかりと腸を汚さないようないい食材選んでいきましょう。2つ目のポイントはこちら、食欲を抑えてくれるものだからなんですね。いかがですか？もう夜って寝るだけですね。なのにたくさん食べてしまうと太ります。もうカロリーオーバーだって動きませんからね。そうしたらどうすればよいかっていうと、そもそもちゃんと食欲を抑えてくれるものを食べてないから、いつまでたっても食欲が収まらずになんかつまんでる、お風呂上がってもなんかアイス食べたりとか、そうなるわけですよね。そうならないようにするためにですね、必要な食材を後ほどお伝えしていきます。では3つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がある。これも大事なんですよ。いかがですか？そんなにね、量食べていないのに、なんでこんなに太ったのって、なんでこんなに1キロも減らないのっていう日ないですか？それは量の問題ではなくって食材の問題です。そんなに食べてもないのに太るっていうのは、血糖値の急上昇するものばっかり選んでるからです。なぜかというと、いろんなものを食べますが、中には血糖値が急上昇するものってあるんですね。例えば白米とか菓子パンとかラーメンとか麺類ですね、甘いもの、脂っこいもの、そういったものばっかり先に食べるともちろん太ります。大して食べてなくても。なぜかというと、血糖値が急上昇している間に一気に脂肪って食べ込みます。逆に言うと低 GI 食品といって、血糖値が緩やかに上昇してくれるものを食べた方が脂肪も蓄積しにくくなるっていう、こうメリットがあるわけですね。なのでこういった効果を使って、夕食もう寝るだけですから、あとは活動しない時はこういった血糖値の急上昇をしっかりと抑えてくれるものを選んでいけばいいわけです。では2つ目の項目です。夜食べて痩せる神食材3選ということでお伝えしていきます。まず1つ目はこちら、発酵食品になります。これすごく大事。なぜかというと、痩せ菌と言われる善玉菌がたくさん入って増やすことができるのがこの発酵食品なんですね。でも難しく考えなくていいんですよ。簡単です。今からご紹介します。発酵食品、例えば調味料で言いますと、味噌、醤油、酢、塩麹、醤油麹です。でこれポイントがあります。無添加を選びましょうね。どんなに痩せる発酵食品の調味料だったとしても、食品添加物がいっぱい入っているものは逆に太りますよ。なので完全なやっぱり無添加であること、できれば塩麹や醤油麹は手作りされるといいと思います。またお酢でおすすめなのはリンゴ酢です。ダイエット目的でしたらリンゴ酢、しかも無添加の純リンゴ酢選んでいきましょうね。そしてまだまだ他にも発酵食品いっぱいあります。例えば私も大好きなぬか漬け、これ手作りしてます。そしてキムチ、ピクルス、納豆、ヨーグルト、チーズ、実は鰹節なんかも発酵食品なんです。これはすごく便利ですね。
私ほんと鰹節よく使います。もうご飯とかスープとかサラダもパパパってかけるとタンパク質が取れる。しかも高タンパク低脂質で、また発酵までしてくれてますし、わざわざ作るっていうよりもパパッとね、もう振りかけるって感じですね。めちゃくちゃ便利です。なのでこういったことでね、上手にこう頑張りすぎずにずっと簡単に続くものを選んで、あなたのペースでぜひこの発酵食品毎食毎食どれが取れてるかなって確認しながら美味しく召し上がってくださいね。では神食材2つ目はこちら、高タンパクと低脂質のものをしっかり食べるですね。じゃあどんなものっていうことでこちらご準備しました。もうお肉で言えばね、鶏肉です。胸肉とかささみ肉ですね。もうすごくタンパク質栄養豊富なんだけれども、脂質、太るもとが低いっていうことですね。そして2つ目、大豆製品です。納豆、豆腐、きな粉などなど、もう大豆っていっぱいありますよね。しっかりと、特に女性は女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンが豊富ですから、ぜひ夕食時に大豆製品しっかり食べていきましょう。そして卵などですね。でこのタンパク質をしっかりとるメリットがあるんですが、何だと思いますか？実はですね、私たち人間はタンパク質量がある一定量ね、ちゃんと補えない限り食欲止まらなくなってるんですよ。ご存知でしたか？なのでしっかりとね、例えばお野菜ばっかり食べてるダイエットの方いますね。もう太りますよ。だって食欲収まりません。お野菜にタンパク質そんなに入ってませんからね。で、かえって食べ過ぎるっていう悪循環なので、食べてもいいんですよ。ちゃんとよくよく噛んでいただいて。ただし高タンパク高脂質はまずいですよね。ステーキがっつりとかね、夜にではなくって、しっかりと油物、脂質の方が低い高タンパク質のものを選んでいきましょう。はい、では3つ目の神食材はこちら、食物繊維になります。食物繊維といったらなんかね、お野菜かなとかパッと思い浮かぶと思うんですけども、別にお野菜以外にも食物繊維っていっぱい入ってるんですよ。例えば海藻がそうですね。そしてダントツお野菜で食物繊維欲しいなって思われる方は、ね、ブロッコリーめちゃくちゃおすすめです。すごく痩せ効果のある成分入ってます。そしてオクラとかごぼうとかね、アボカド、キウイなどなど、こういったフルーツ系にもね入ってます。もちろんこれお野菜もそう。要はね、ネバネバした食品ですね。納豆もそう。海藻とかオクラとか納豆、こうネバネバした食感のものを選ばれますと、特に水溶性食物繊維が豊富ですから、お腹すっきりデトックスでおすすめです。そしてもち麦などですね、あと夜にね、炭水化物はお休みしてもらいたいなと思います。目標体重になるまでは。ただ、まあ、どうしてもねちょうど食べたいなとかあれば、もち麦ご飯とかオートミールとか、こういった食物繊維がもうめちゃくちゃ豊富、まあ、玄米もそうですね。そういったものを子供ジャイワン一杯ぐらいの量ですね、早めのお時間に召し上がっていただきますと大丈夫です。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のポイントまとめは、ダイエターの方ってね、晩ご飯何食べたらいいのって本当困ってらっしゃると思います。そういった方のためにこんなものをしっかりとねバランスよく取るといいんですよということで、神食材3選お伝えしました。あなたのペースで美味しく食べながら続けていきましょう。さあ、このお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメント欄コメントいただけましたら、もうとっても励みになります。嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。